今日のショーチャンネル。現場はそうそうたるメンバーがこっちに来て、奥奥飯の量すげー奥。ショーチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、ショーチャンネルです。さあ今日は、はい、最近僕 YouTube 見てて、奥寺康彦さんも見て、やっぱ奥寺さんやっぱすごかったんだなと改めてね、思ったんですよ。そういえばジョーさん横浜 FC で奥寺さんと関係深いじゃないですか。だから奥寺さんの、まあ、現役退いてからだとは思うんですけど、まあ、奥寺さんとのこう接点っていうか、そういうところ改めて聞いてみたいなと思って。奥寺さんは俺は19の時一緒だからね。あ、19ですか。知らないんでしょ。あ、全然さ調べてきてねえ。ジェフだ。そうだよ。あ、そっか、もうジェフの時で。そっか、とか全然知らないじゃん。まあ、そうですね。まあ、そうだな。ジェフの時何ですか。何でしたっけ。奥寺さん監督やったからね、ジェフの。ああ、監督やりましたね。え、やりましたっけ。まあ、だから奥寺さんは昔からそういう方で知ってるし、まあ、横浜FCの時はもう社長だったからね。だけども本当にまあこれどっかの会で話したんでね、まあ、奥寺さんに本当に拾ってもらったっていう、あ、横浜FCですね。そうそう、横浜FCでね、だからまあ本当にもう期限ギリギリの、ね、もうその日にまあ最後連絡して会って、それでサインしたというね、何時間前かっていう感じのところで登録してもらったっていう。だからもう本当にまあそこでサッカー人生が終わんなくてよかったっていうね、人だし、まあ、奥寺さんはそうだね、いい人すぎるし。ああ、そうなんですね。いい人すぎる、まあまあまあ、雰囲気はね、すごいいい人だし。でドイツにも行ったんでね、一緒にね。あ、ドイツにも、ドイツにも、あの OB 戦みたいな感じで、で香川真司が、ドルトンにいた時の復興のあれで、OB として俺あのドルトンのスタジアムで試合やってるの。へえ、何の OB として行くの。日本代表の、代表のヨーロッパ OB 軍団だ。あ、日本人でヨーロッパで、まあ、プレーしてた選手たちが、はい、まあ、集まって、それでドルトの選手たちと試合する。クロップがいてさ、はい、そう監督がいて、でこっちは団長して奥寺さんが行って、はい、それで一緒に行ったの。だからその時にレストランパーティーとかいろいろやる時にベッケンバウアーとかさ、はい、あの人たちがそうそうたるメンバーをこっちに来て、はい、奥奥とかつって、すげえ。奥寺さん、そう、すごいもん、ドイツでも。ああ、すごいですね、やっぱり。ドイツか、じゃない？奥寺さん、そこいらないね。でも、すごいよ、ドイツでは。もう本当だから、本当にこう、奥寺さんの年齢に近い人とか、もう少し上の人たちとか、街でね、こうやって歩いてると、奥奥とかつって、声かけられたりとかしてね。いや、今でこそヨーロッパとかね、海外挑戦って普通になってるんですけど、やっぱり本当にパイオニア的な存在じゃないですか。あの時代で日本人がドイツ行って活躍できるかっていうのがあって、今じゃちょっと考えられないじゃないですか。まあ、考えられないね。で、やっぱりこう奥寺さんの話とか聞くと、結構ジョーさんと似てるなと思うのが、やっぱ言葉の壁とかね、絶対言葉は喋れないとダメだと、やっぱ覚える努力をしなきゃいけないし、それがやっぱ海外でうまくいく一つの成功の方法だって言ってて、まあ、ジョーさんも同じだったじゃないですか、その言葉。そうだね。奥寺さんはキックが超うまかった。そうなんですよね。そう、もう本当に血を這うようなパーンっていうキックがすっごいうまくて、で昔俺ドイツのビデオとかもいろいろ取り寄せて見てたら、奥寺さんのを見てて、キックがもう半端なくうめえなと思って、それで小学校の時かな、サッカー始めて6年生ぐらいの時にアシックスから奥寺康彦モデルっていうね、出てスパイクが出たわけ、はい、赤と白に赤と緑のなんかね、あれで、で奥寺さんのサインがこう入ってるスパイクね、そうあれ買って、うわこれ奥寺モデルだってね、そう履いて、そうやった記憶があるね。だからすごい奥寺さんってキックうまかったから、これ履いたらキックうまくなんじゃないかとかさ、なんかやっぱりそう思うじゃん、まあまあね、小学校の頃のさ、そのモデルのね、やっぱ履きたくなりますよね。そう、一つもうまくなんないけどね。それはね、もう個人差だから。まあ、だけどやっぱりキックがすごいっていうやっぱり印象で、で岡村氏で一緒になって、だからいろんな、俺キャプテンやらせていただいたから、はい、だから奥寺さんとね、まあいろんな営業とかしに行ったりとか一緒にね、そうだからスポンサーさんの。そう、そういうところでご飯一緒に食べに行ったりとか、運営面のところの部分ですよね。まあそういうのもキャプテンだから、お前も一緒に来いって言われてね、で行ってね、
あ、そういうこともあったんですね。うん、あるよ。分かんなくなっちゃうね。いやいやいや。そうだね。まあ、なんで黙ってんの。で、奥寺さんがやっぱり一番俺すげえなと思うのは飯の量。あ、すごく。すげえ食う。あ、へえ。あ、そうなんですか。やっぱりね、ああ、がたい。と昔っていうかさ、あの年代の人たちってすげえなと思うよ。ほんとに食う。あ、そうなんですね。酒も飲むし、食うし。やっぱりね、こう食ってすげえなって思う。いや、鴨さんも昔ね、その、ね、肉を食えとかね、いろいろ言われたけど、やっぱあの辺の世代の人たちってね、ちょっと時代が違う。うん、すっごい量食べるんですか、やっぱり。いや、すげえ。へえ。だからちょっと信じられないぐらい。そうだったよ、昔は。だってジョーさん現役じゃないですか。うん、それでも全然。まあ全然。へえ。うん、ドイツ行った時もすげえ食うし。まあだから元気なんだろうね。まあそうでしょうね。まあ体もね、少し壊したりとか途中ありあったけど、まあでも元気だし、ゴルフ好きだし。あ、奥田さんもゴルフ好きなんですね。ゴルフ好き好き好き。で、奥田さんとも何回か。あ、そう。まあもうやめちゃなくなったよって言いながら、まあ256、560は飛ぶんじゃない。ああ、すごいですね。うん、やっぱりちょっと、うん、すごいよ、あの人、やっぱりね。いや、奥寺さんって左じゃないですか、左利きじゃないですか。うん、僕、なんか左サイドバックやってたのかなと、なんかちょっとずっと思っちゃってたんですけど、うん、右サイドバックなんですね。そうだよ。左利きで右サイドバックってでも珍しいチョイスじゃないですか。うん、だから昔の戦術とか、やっぱりシステムってちょっと違ったし、はい、前線からプレスとか、コンパクトフィールドで、プレスをかけに行くとか、うん、そういう時代じゃないから、あ、まあスペースあったら縦に早くって、そう、早く言ってましたけど、ね、そう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 。だから逆に右サイドにいると受けるのはこう、こういう角、向こうに攻めてったらこういう角度でもらえる、はい、ああ、なるほどなるほど。そしたらもう縦にそのままパーンって左で入れられるんですよ。右だと一回持ち替えてライン際から入れなきゃいけない。ああ、確かに。だからそういうのもあったんじゃん、利点が。ああ、なるほど。そうそう、それで縦がなかったらアウトでコントロールして逆サイドにパーンって左でいけるっていうね。キックうまかったから、右から中に行って左足でシュートできるわけですもんね。あ、そっか、そういうところ。それ考えたら結構最先端ですよね。だなって俺はすごく思うけどね。だって今で言う、だからあれじゃないですか、チャンピオンズリーグみたいな、そのヨーロッパ大会でも結構準決勝ぐらいまで行ってるんですよね。行ってる、行ってる。そこで決勝点かなんか上げてるんですよね、うん、途中から出て。そう、すごいんですよ。いや、だからすごいよ、本当に。伝説だよね、日本人の中で。やっぱりドイツで、まあね、いろんな選手いるけど、はい、今も行ってるけど、でもやっぱ奥寺さんが本当に、もう俺衝撃的だったもん。空港着いたら瞬間から奥奥って、ああ、言われるんですね。ああ、いや、なんでその奥寺さんがこう協会とかでこう活躍できてないのかなと思っちゃいますよね。あ、批判。いやいやいや、なんかそんなに海外でね、もうあの時代から海外を知ってる奥寺さんがなんかこう協会にいらっしゃらない理由は何なのかなと。まあそこのあれにもコメントもいっぱい入ってましたけどね、日本はこれで10年遅れたとか、うん、奥寺さんを協会でっていうのがありますけど、ジョーさんはどう思いますか。いや、好きじゃないんじゃない、奥寺さんのことは。奥寺さんのことはやっぱ協会側が、協会側は、うん、まあ確かに奥寺さん何も言えないですもんね、あんなに活躍されてるから。まあ何も言えないっていうかさ、なんかわかんないよ、これは本当真相はわからないけども、うん、まあ鎌本さんももちろん世界の鎌本って言われてそうだし、うんうん、奥寺さんもそういうところで経験されてる、はい、で協会をある程度こうまとめてる人たちは、うん、まあいろんな企業から来てる人たちとか、うんうん、まあ、大学とかのそういうね、うんうん、グループで構成されてるっていうのが昔からね、うん、そういう噂はあるじゃない、はいはい、これ真相ではないよ、はい、うん、結局やっぱ奥寺さんって本当にすごいし、はい、やっぱりそういうルートもあるし、うん、だってベッケンバウアーとかさ、そうですよね、いろんな人とも本当に友達だし、だからいろんなことで教会として力をこう出せば、うん、絶対余裕でできると思うんで、いろいろ、うん、マッチメイクも含めていろんなことができるはずなんだけど、でもその教会の上にいる人たちはそういうのはないよね、うん、経営とかはうまいのかもしれないけど、でもそういうのがない、ルートもないし、うん、で面白くない、うん、だから一時期奥田さん入ったんだよね、うん、教会に、うん、だけどすぐ排除された、うん、鴨本さんも排除されたっていう事例があるよね、うん、真相は分からないよ、うんうん、だけどまあいろんな話をいろんな方面から聞くと、やっぱりそういう人たちが排除したかったから排除したっていう話は、うん、まあいろんなところからは聞いたことがある、うんうん、
それじゃうまくいかないよねっていう部分じゃないの、うんうん、なんかもったいないですよ なんかね、僕らは外側からしか見てないから、うん、なんかもったいないなっていう、本当に日本のサッカーを、ね、強くするためだったら、うん、やっぱそういう世界を知ってる人たちがもっと早くこういろいろやってもらってたら、いやだと思うよ。だから今もそうじゃん、うん、結局はちょっとあんまりこうそういうのを入れたがらないというかさ、うん、なんかそこがね、まあ入れたがらないっていうの言い方は分かんないけどね、まあ、うまくこうね噛み合わないというか、だから使うのは使ったらいいと思う、はい、そう。でもまあそういう話には全くならないっていうのは現状かな、うん、まあだけどなかなか難しいんだろうね、いろんな人、うん、まああるじゃない。まあまあそうですね。会社でもいろいろ。まあまあありますあります。当然それは、うん。普通に考えたらもったいないなって。うん、だそこをうまく取りまとめる人たちがいればよかったのかなって気がするけどね。ね、だから俺は奥寺さんとは本当にまあ18、19の頃から知ってるから、はい、そうだから俺を奥ちゃん奥ちゃんって言って。え？そう呼ばせていただいて。今でもそうなんですね。うん、奥寺さんはジョーさんとなんて言うんですか。庄司って言って。そうそう。なんかジョーさんって面白いですよね。なんか僕らはジョーさんなんですよ、こう一般の感じだと、うん、でもサッカー界では庄司って呼ばれますよね。うーん、ね、呼ばれるの多いね。ジョーじゃないですよね。そうなんだよ、庄司庄司って。あれでもジョーって呼ぶ人います？後輩？あ、岡野くんがジョーって呼ぶ。あ、岡野さんそうだ、岡野くんがジョーって呼ぶね。でもなんか庄司って呼ぶ人が多いですよね。福田さんも庄司って言ってますもん、ね、そうだね、福田さんとかバンドリュウジとかさ、はい、ああいうのも庄司って言う、はい、カズさんもでしょ。カズさんも庄司だね。中田秀は庄司。あ、庄司だ。うん、城くんって言われる。え、何？城、お城の城。ああ、城。だから城くんとか言われる。あいつは変わってるからさ。城くんって言ってくる。城くんとかって言ってくる時もあったりとかね。まあそうだね、確かにね。うん。岡野さんぐらいじゃない？城っていうの。ああ、そうかも。あ、福西さんはでも違うんだよ。福西さんは。福西も庄司。庄司か。うん。ね、意外に庄司って呼ばれるんですよ、ね、そう。でも結局今出てきた中で大半が年下なんだけどね。いやいやまあそれだけ慕われてるんですよ、まあ、だから俺も奥寺さんに対して奥ちゃんって言ってるんだよそういやでも奥寺さんに本当なんか機会があったら来てもらいたいですね、本当に。奥寺さんいいじゃない。うん、うん、だからその横浜 FC のさ、はい、時代のそう話をさ、そうですね、あとは、まあ、19の時にね、はい、見てもらってるからどうだったのかって、うん、逆に俺も聞きたいね、はい、ああそうですね、あんまりがっつりさこういう話したことないから、はい、だからいいかもね。いやすごい聞いてみたいですよ。だからそのどこにもねかからなかった最後のとこで奥寺さんがやっぱ取ろうと思った時とか、うん、実際奥寺さんはどう思ってたのか、ここで、うん、活躍できるかどうかっていうのも一種の賭けだったのかね、うん、いや絶対大丈夫なんだっていう自信があったのか、うん、まあ結果的には成功だったわけじゃないですか、うん、でもその時の奥寺さんは一つのこう賭けだったと思うんですよね、勝負だったと思うんですよ、庄司をどうするかっていうところは、うん、ちょっと俺も庄司って言ってみましたけど、だけのヨルピいやそういうのを奥寺さんの視点で聞いてみたいなと思いました。まあ、ねうんはい、まあ、ぜひね奥寺さんもね、はい、来ていただきたいと思いますね、はい。まあでもこのクソシャンではこの辺は分かんないですけどね、もうちゃんとした対談にしたいなと思います。まあでもね、本当ね、はい、ちょっとね、ぜひ機会あれば、はい、はい、やりたいと思います。はい、それでは皆さん、また最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。